沖縄二大市の編集局長が赤旗日曜版で揃い踏み共産党と不屈の結束沖縄県内有力紙、琉球新報沖縄タイムスの両編集局長が共産党機関誌の新聞赤旗日曜版20日号にインタビューの形で登場し米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設への反対姿勢を表明していることが18日分かった 政治的中立が求められるメディアが、特定政党の機関市場で、政策をめぐって、共闘路線を鮮明に打ち出すのは異例だ。沖縄不屈の結束と題したインタビュー記事は、12日に那覇市内で開かれた辺野古移設組織の県民大会を受け、琉球新報の福は、ラキン沖縄タイムスの石川達也梨編集局長が揃い踏みしている。 共産党関係者によると、赤旗が一般新聞の編集幹部をインタビューし、紙面で大きく掲載したことは過去に例がないという。福原氏は、沖縄の新聞として米軍基地に反対するのは当たり前、私たちは無力感に追いつかれるなと言っている、人権侵害を正す報道は、ジャーナリズムの原点中の原点だなどと強調する。石川氏は 沖縄の基地問題が解決しない最大の原因は日本政府の姿勢、これからも矛盾点や違和感を政府に発し続ける、報道にいる人間としては諦めるわけにはいかないなどと訴えている。共産党は辺野古移設反対とオナガ七ー時指示を叫ぶオール沖縄勢力の中核を成し、琉球新報と沖縄タイムスは同勢力の応援団となっている。3者は 来年2月の名護市長選や来週の知事選での勝利に向けて気を逸にしており、今回の記事で不屈の結束が示された形だ。これに対し、政府関係者は、2、県市の変更報道ぶりは最近加速しているが、ここまでやるかと驚いた。共産党とタッグを組むことを宣言したもので、もはや報道機関の名に値しないと指摘した。 別の調査によれば、政府を批判しながら、政府系金融機関、沖縄振興開発金融公庫から金を借りている琉球新報と沖縄タイムス。おそらく軍用地も持っているはず。そりゃ、必死になって、軍用地返還に反対するはずとも言われている。そうであれば、れっとした既得利権だ。 米軍普天間飛行場の辺野古移設への反対姿勢を表明しているのは、自社の都合ではあるまいか沖縄メディアは、県民が苦渋の選択の上に辺野古移設を容認した経緯を深く考え、共産党が隠している反日思行誘導への独善性を見抜き、県民を守るべきだ。